田翔子です。私は今猛烈にお腹が空いていますということで、ラーメンが食べたいということでラーメンを作りたいと思うんですけど、今日はこちらでございます。ババン、日清さんの爆裂辛麺極太激辛ラーメン、そして日清さんの爆裂辛麺韓国風極太大盛り激辛焼きそば、イエーイ。極太っていうのがいいね。本当にですね、私辛いものがどんどん大好きになっていって、辛いものを食べると幸せとストレス発散とやる気が出る、なんかそんな感じなのでですね、お家で食べれるっていうのは素晴らしいんですけど、日清さん史上最も辛い麺が爆誕したということらしいんですよね。極太であり激辛であり、もうこういうことをしてくれてありがとうございます。待ってました。辛さレベル5って書いてあるし、こっちなんてもうダイナマイトが血を吐いてますよ大丈夫なのかな。ちなみにですね、私さっき起きました。なんで寝起きでこれを行くっていうね、恐ろしい。最近辛いもの食べるときは水なしで行こうっていう作戦なので、今日も水なしチャレンジで行きたいと思います。どれぐらい辛いんだろう、楽しみ。そしてですね、私最近シン・エヴァンゲリオンを見まして、みんな見た？シン・エヴァねえ見た？あのね、シン・エヴァでやっぱり一切のネタバレをねしないで見たいっていうのがあったんですけれども、この情報社会なのにみんなが優しすぎて、ちゃんとね、ネタバレをしないでみんなにも見てほしいという気持ちを全員が持ってたからか、何もみんな危ないで見れたんですよ。おチーム誰も見てないでしょ、まだ待って、今日喋ろうと思ってるんだけど大丈夫？かわいそう、なんか何も浴びないで見てほしかった。でも喋りたい、我慢できない。公式さんの見解としてはもういいですよっていうことなんだよね。じゃあぜひ激辛が好きなあなた、今すぐエヴァを見に行ってください。じゃあまずはこのね、激辛ラーメンをね作っていきたいと思います。早速作っていきたいと思います。もう腹ペコだよ。はい、じゃあね、こちらですね、ラーメンも焼きそばも両方作りたいと思うんですけれども、これね、せっかく爆裂辛麺じゃないですか、この辛さをちゃんと全身で浴びたいので、あえて今日は具は何も入れないで作ってみたいと思います。潔いでしょ、いいね。では、いきたいと思います。ほうほうほう、焼きそばもですね、ラーメンもですね、茹でるみたいですね。で、茹で時間がね、微妙に違うの。こっちが5分間で、こっちが6分強。同時に行くか。同時に行ったのか。お湯500。お湯500ml。これが、ラーメンの方。380ね。じゃあ、お湯を沸騰させます。ドキドキする。いけるのか、私に同時進行チャレンジ。うおー、辛そうな感じ。黒ですもの、スープの袋が。クセうまコクから粉末スープだって。いいですね、いいですね。たまんねえな。朝一のご飯がこれですよ。くー、もう俺に刺激をくれ。もっともっとだ。もっと辛さと快感を与えてくれ。いい爽やかな目覚めになりそうです。沸騰したぞ、来たぞ。ということで、測ります。じゃあこの麺を入れて5分間茹でる。あ、すごい、見て、もう見てわかる、極太。なかなか今までなかった世界ですよね、家庭用のラーメンだと。じゃあ5分間スタート。で、こっちはですね、めちゃくちゃ沸騰しとるやん。30秒ごとにひっくり返すんだって。いくぞ。うわ、太いね、太いね、太いの大好き。さあ1、2、3、4、5、6、7、8、ちょっと待って、自分で数えるしかないのか、これ。20、28、29、30、1、2、3、4、あ、麺のいい香りがしてきた。うんうん、香ばしいね。うわー、太麺ですね。日清さんのはね、麺がねすごい信頼感。3分経った。じゃあ焼きそば、このまだね、全体にまだ水気が残っている状態で粉末ソースを入れ、よく混ぜながら軽く炒める。
出来上がりの汁気の具合は好みで調整してください。おお、辛い色をしてるよ。私が欲しがってた、欲しがってた世界だよ。赤が濃いね。辛さワールドのデビルがにやりとしましたね。うー、見てこの色。いいよいいよ。どんぐらい辛いのかな。わあ、いいねいいね。できた。よし、あ、お皿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 。あと11秒。急げ急げ。盛るのだ。いいねいいね。はい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 。はい、来た来た来た。よいしょ。で、鍋からお湯を先に入れてスープを溶かす。よし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 。ああ、綺麗な。あ、できた。早っ。簡単。え、同時調理できた。かっこいい。ミスター味っ子みたい。すごい。ということで、できました。あっという間に。ババーン。焼きそばとラーメンでございます。え、美味しそうじゃない？じゃあちょっともうお腹が空いて胃壁が溶けそうなのでもう食べたいと思います。はい、ということで完成いたしました。美味しそうでございます。見てこの色、真っ赤でございます。こういうのを欲しがってた私は。浴びたい。では早速実食いただきたいと思うんですけれども、これこの間使おうとして使われなかった、かわいそうだったんです。ちょっと今日はサルベージムーンスティックでいただきたいと思うんですけど、まずラーメンからいきますかね。じゃあどんな感じか。あ、いいねいいね。もっちりもっちりもちもちなのがね伝わってきますよ。かなりね、なんか今まで食べた家庭用ラーメンの中で衝撃の太さをしてますね。なんか最近太麺の魅力に取りつかれてますね。だってその方がスープをこうね抱き込み、そして小麦の喜びが歯に舌に体に伝わってくるんですよね。じゃあ早速いただきたいと思います。どんな辛さかな。うん、うまい、うまい、おいおいおい、うん、あーおーおー、もっちりもちろん辛い、うまい、辛い、うまい、辛い、せめぎ合い、いいね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 。あのね、コクの壁が攻め寄せてくる。すごくね、旨味が刺さってくんですよ、ずーんと。で、そこになんかすごくシャープな辛さが来る感じなんですよ。で、そのせめぎ合いがね、旨辛なんですよね。辛い、辛いな、辛いな、辛さがもう追い上げてきたな、すごいな。うん、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 すごい。なんかね、歯が、奥歯がありがとうって言ってる。ありがとう、おめでとうって言ってる。だってもちもちだから、この快感歯までくれるってすごくない？美味しさって未来が感じるものだけど、歯すらもありがとうって言うって、これすごい、あの多分改良して研究して頑張ったんだと思う。うん、うまい。あのね、具を入れたバージョンも食べたいってすごく思うんですけど、でも具がない状態でこの、あのダイレクトにうまくて辛くて、あ、出ました、汗が、もう汗かきました。うーん、スープがうまい。家だから気軽に飲み物があるはずなのに取りに行けないっていう縛りを自ら拘束具をつけてしまった。じゃあ焼きそばの方も味わいたいと思うんですけれども、ありゃ、なんかね、縮れ方がねセクシーですね。こっちのラーメンの太麺の様子とはまた違った。あ、もうね、このバウンドの仕方がね、もっちりを表していて、もっちりボディ、いいねいいね。いただきたいと思います。うーん、うーん、うーん、うーん。あ、なんかね、甘みがね、旨味と一緒にこうやって恋人つなげしてスキップしてやってきて、辛の辛い。あ、でもね、なんか焼きそばの方はほんとその麺の もちもち感がまたさらにすごくて、そのだから甘みを感じる。え、でもうまっ。あー、今左右で、あの甘さとうまさが、あのあれですよ、初号機と13号機がこうやって戦ってた、あの感じが行われてる。汗が出た、汗が出た、嬉しい。あ、美味しい。なんかね、どっちもね違った良さがあるね。なんかこの焼きそばの方は甘みも兼ね備えた旨味で、こっちはなんかこの麺のね主張、もっちりの主張がね本当にねナイスバディなんですよ。流れ落ちてる、いいね。食べる半身浴、いいねいいねいいね。
うまくて辛くて辛くてうまくて、お辛いですけどうまいですよね。めちゃくちゃ美味しい、完食、イエーイ。めちゃめちゃ今日元気に生きられるね、うん、止まらない流れ落ちがうまい、うん。水なしチャレンジなぜ家でもやってるんだ、うん、はい、ということで完食です。両方完食、イエーイ。わあ、すごい汗ナイアガラ、うん。この後直ちに舞台稽古なんだけどどうしようっていうね。あとやっぱね出ました、辛いもの食べた時鳴る謎の喉のケロケロケロって音全ての条件を満たした、日清さん涙も来た今後からね追いかけてきてるこうやって追いかけてきてる、日清さんすげー、日清さんが本気出した。はい、ということで朝がまだまだ止まらないんですけれども、いただきました、こちらのね美味しい日清さんが本気で開発したこれまでの歴史で最も辛いこのね2つのラーメンと焼きそばいただきましてですね、すごい辛みによる刺激が大変強いので十分に注意してお召し上がりくださいっていう注意書きが書いてくれてよかったです、ありがとうございます。滴り落ちる、もう本当にね全私が待っていた。なので辛いもの好きのあなた、きっと内臓も心も脳も満足できる美味しいうまい辛さでございましたので、でエヴァの話が全然できなかったんですよね。なんかちょっと時間が見つかり次第新エヴァのネタバレトークをがっつりしながらエヴァのイラストを描きたいと思います。絶対食べた方がいい。今度さ野菜も卵黄も入れて作ってみたいんだよな。こうやって毎日幸せを探していきたいと思います。またね。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。